お世話になっております、マサルです。今回は無線 LAN のパーソナルモードとエンタープライズモードについて一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まず無線 LAN のアクセス制御の必要性についてお話しします。その後にパーソナルモードとエンタープライズモードについてお話をしたいと思います。それでは始めていきましょう。セキュリティの観点から、管理ネットワークに接続できるのは正規のクライアントだけにするべきです。そのため悪意を持った利用者がネットワークに参加できないように対策をする必要があります。有線 LAN の場合はネットワーク機器を適切に管理することで物理的にアクセス制御することができます。しかし無線 LAN は有線 LAN と違って電波が不特定多数の人に届いてしまうため、物理的なアクセス制御をすることが困難です。そこで無線 LAN では正規のクライアントだけが接続できるように技術的にアクセス制御を行います。無線 LAN のアクセス制御の例として、パーソナルモードとエンタープライズモードがあります。パーソナルモードは家庭や小規模なオフィスなどで利用されるアクセス制御です。クライアントとアクセスポイントに事前にプレシェアードキーと言われる事前共有鍵を設定して正規のクライアントを認証します。よく喫茶店とかのフリー Wi-Fi のサービスではパーソナルモードが利用されていることが多いですよね。このお店の Wi-Fi に接続するにはこのパスワードを使ってください。このようなフリー Wi-Fi のサービスを見かけたことがあると思います。このパスワードが事前共有鍵、プレシェアードキーになります。パスワードを知っている人が正規のクライアントであると認証することができるということですね。パーソナルモードはパスワードを設定するだけで良いので、導入ハードルが低く、家庭や小規模なオフィスでの利用に向いています。しかしパスワードの情報はクライアント単位で設定管理をすることができません。もしパスワードの情報が流出してしまうと、全体で利用しているパスワードを変更する必要があります。この図にあるように、全体で同じパスワードを使っているので、パスワードの情報を変える場合には全体のパスワードを変更しなくてはいけない。これがパーソナルモードのデメリットです。次はエンタープライズモードです。エンタープライズモードは中規模から大規模なオフィスで利用されることが多いモードです。エンタープライズモードでは IEEE802.1X の規格で認証サーバーを利用して認証します。認証サーバーでは正規のクライアント情報を管理しておき、接続してくるクライアントの ID とパスワードの情報に基づいて認証を行います。認証結果が OK であれば無線ネットワークに接続することができます。エンタープライズモードは認証サーバーを用意して運用する必要があるため、導入ハードルは高くなります。しかしクライアント単位で柔軟な制御をすることができます。もしホスト A の利用者が退職した場合に、ホスト A の認証情報のみを無効にすれば、ホスト A のみ無線ネットワークにアクセスできないように制御することができます。エンタープライズモードはクライアント単位でアクセス制御できるのがメリットです。それでは今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。私はネットワークの基本を楽しく学べるオンラインコミュニティと Twitter を使った情報発信もしています。オンラインコミュニティは無料お試し期間もあります。ぜひ遊びに来てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今回は無線 LAN のアクセス制御であるパーソナルモードとエンタープライズモードについて学習しました。パーソナルモードはみんな共通のパスワードを利用します。小規模な環境で無線 LAN のアクセス制御を行うためのモードです。エンタープライズモードは認証サーバーを用意してユーザーごとにパスワードを管理するモードです。中規模から大規模な環境で利用されます。エンタープライズモードは利用するために認証サーバーを用意するのが大変なんですが、最近はアクセスポイント自体に認証サーバーが組み込まれているものもあります。そのようなアクセスポイントを使ってエンタープライズモードを使ってみるというのもとても良い勉強方法だと思います。体験してみるのがやはり一番良い勉強になりますからね。それでは今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。お後がよろしいようで。